高校生の俺、田中優斗は転校生だ。海外で孤児として生まれた俺は兵士として戦場を転々としていた。そしてひょんなことから物好きな令嬢に拾われて日本に戻ってきた。普通の学生として高校生活をエンジョイしようと思っているのだが、この時期だと入る高校を選べなかったからな。転校先治安が悪くないといいけど、まあこれまでよりひどい環境になることはないだろうなんて考えていたことさえフラグだったのか。俺の転校先は日本一治安の悪い不良ばかり集まる高校だった。あらら、あなたが転校生ですね。この高校へ来たということはあなたもそのつもりなのでしょ。私と張りましょう、大満を。え、いやいや、ちょっと待ってくれ、誤解だ。安心してください、私が負ければちゃんとこのクラスはあなたのものです。いや、そういうことじゃなくてだな。おいおい、なんだいきなり、転校初日のイベントじゃないだろこれ。彼女の名前は赤川美咲。どうやらこのクラスの番長のようだ。番長というだけあってそこそこ強そうではあるが、私はこのクラスで一番強い。それを証明しなくてはいけないんです。あなたにもこのクラスにも。番長ですからね。なあ、お前の方が強いってことでいいから穏便に済ませられないか。いいえ、それではクラスの皆さんも納得しないでしょう。さあ拳で白黒つけましょう。拳で白黒つけたくねー。王女気も悪いぞ転校生。男だろ、逃げんな。ほら早く構えろ。番長やっちまえ、ぼーっとしてて転校生弱そうだぞ。めっちゃ煽られてる。ほらみんなもこう言ってますし、諦めて戦いましょう。男の名が廃りますよ。はあ、穏便に済ませたかったんだが、こうなっては仕方ないか。少し遊んでやることにするか。あまり痛くはしないであげますね。あらあら、なかなかやりますね。でも避けてばかりでは勝てませんよ転校生くん。もうそろそろ満足したか。え、どういうことですか。まるで私を泳がせているような。よく目見開いとけ、一瞬だぞ。な、うそ。悪いな、これで終わりだ。おい、今の動き目で追えたか。いや、っていうか番長が負けたんだと。ありえねえ、無敵の番長がこうもあさりと。転校生、いえ、ゆうたくん、あなた一体。俺にとっては毎日が命がけだったからな。お前らみたいな喧嘩遊びとは違う。面白い人です。これでこのクラスはあなたのもの。私はあなたの部下ということになりますね。は、いえ、別にそういうつもりじゃ。もう無駄です。うわ、今日からお前が俺らの番長だ。ゆうとさんすっげーな。俺はあんたについてくぜ。新番長万歳。な、うわ、こうして俺はこのクラスの番長になってしまった。番長が新しくなったとあらば、他の不良たちも黙っていないと思います。いや、俺は別に戦いたくないんだが。では四天王を倒して学内を統一してしまいましょう。そうすれば歯向かう者もいなくなります。ゆうとくんなら余裕ですよ。もちろん私もお手伝いさせていただきます。まあ、それで普通に高校生活を送れるようになるなら。そして翌日から俺のもとに次々と四天王が現れた。どうやら俺が四天王なんて指一本で倒してやると言っている旨の情報が出回っているらしい。わざわざ向こうから来てくれるのはありがたいが、行った覚えはないし、さすがに指一本は大変だしやらないぞ。俺は四天王が一人、龍崎健吾。俺の拳はコンクリートにひびを入れられるほどの威力だ。尻尾を巻いて逃げるなら今のうちだぜ田中優斗。おお、むさ苦しいのが来たな。というかひび、コンクリートくらいならぶち破れるだろ普通。な、嘘だろ、どこの普通だよそれ。無理だ、降参する。こんなやつかなうわけがねえ。あれ、戦わなくていいのか。私は四天王が一人、鳳凰院ゆかり。私の鎖鎌の前に立っていられた者はいませんわ。田中優斗、覚悟しなさい。ってあっさり受け止められた。悪い、あまりにも遅くて。
あ、しかも素手で私の鎖鎌をちぎった。まあ危ないし壊しておこうかと。な、なんなんですのあなた。こんなの勝てるわけがありませんわ。降参、降参ですわ。クフフ、俺は四天王が一人。うわ、いやもう三人目は飽きたわ。うわ、くそ、せめて名前だけでも。うわ、よし、これで残りの四天王は一人だよな。はい、ゆうたくんさすがですね。この私を倒しただけはあります。このまま私のことも力に任せて押し倒しちゃったりしてもいいんですよ。なんて、あ、悪い、なんか言ったか。わん、これが噂の難聴系だ。新入りに情けねえな。これで俺以外の四天王はみんなやられちまったってわけだ。あいつらは田中優斗を舐めて痛い目見たようだからな。俺は念には念を入れさせてもらうぜ。となるとあの女結構使えるな。翌日登校すると美咲の姿が見えなかった。いつも俺より早くに教室にいるんだが、珍しいこともあったものだ。おい番長、大変だ。どうかしたのか。これを。受け取った手紙を読むと、そこには美咲を人質として預かったという旨のことが書かれていた。なるほど、卑怯な真似しやがる。どうする。まあ美咲には世話になってるし、行かないって選択肢はないよな。指定されたのは高校から少し離れたところにある配送庫だった。おい、来てやったぞ。美咲を解放しろ。ゆうとくん、ダメです、逃げてください。美咲、無事か。そこまでだ、動くなよ田中優斗。ちぇ、お前は四天王の一人、鬼塚龍二だ。赤川美咲を無事に返してほしけりゃおとなしくしとけよ転校生。あいつらはこんなやつ何を手こずってんだ。楽勝じゃねえか。やっぱ喧嘩は一方的な方が楽しいよな。正面から戦ったらその辺のチンピラにも勝てないからか。あん、お前状況わかってる。何余裕ぶってんだ、気に食わねえ。あのな、お前さすがに舐めすぎだぞ。舐めてはないさ。だからこうして人質まで取った。違う、美咲よだ。あいつはこの高校で戦った誰よりも強かった。大勢で寄ってたかって俺を相手にしてる間、美咲の警備が手薄になってるんじゃないか。そういうことです。わ、な、あの女いつの間に。お前らやられちまったのか。人質がいなくなった今、俺がおとなしくしてる理由もないな。ご迷惑をおかけしました。ゆうたくん、今です、やっちゃってください。ああ、一瞬で終わらせてやる。ねえ、ちょっと待て、一旦落ち着こう。な、聞こえないな。俺は珍しくキレてる。その代償は高くつくぞ。助けてろ。その後、四天王の残党にお灸を据えるのにはそう時間はかからなかった。さすがゆうたくんです。これで最後の四天王も倒しましたね。ああ、これでゆっくりと高校生活を。これで次は校区統一ですね。は、校区、何を言って。ゆうとくんは今やこの高校の支配者。校内でゆうとくんに逆らう者はいません。ですが、この校区はいくつもの不良校があります。それらの高校が黙ってはいないでしょう。ってことは何か、この高校を統一しても他の高校が攻めてくると。そういうことになりますね。次なる敵は学校の外にいます。平和な俺の高校生活は。それは統一の後ですね。そんな、こんなはずじゃなかったのに。やりましょう、まだ誰も成し遂げたことのない校区統一。その代わり、ゆうとくんには私が何でもしてあげましょう。何でも。はい、高校生っぽい青春なあれやこれやだったり、それ以外のもっと大人なこととかでもいいですよ。さあゆうたくん、どうしますか。かわいいかわいい美咲ちゃんはあなたのものですよ。あー、いやー、それはちょっと待ってほしいというか。ゆうたくん照れてます。喧嘩は最強でも意外とウブだったりするんですね。いや、別に照れてるとかではないが。またまた、そんな仏頂面じゃ騙されませんよ。
ああもううるさい、統一だろ、してやるよ、片っ端から誰でも相手してやるよ。あら話そらそうとしてません？でもやる気なのはいいことです。私も精一杯お手伝いしますので頑張りましょうね。コーク統一。こうして俺はコーク統一をすることになったのだが、それはまた別のお話。この可愛らしくも油断のならない女とのドタバタした日常はもう少しの間続くのであった。じゃあ外回りに行ってきます。俺の名前は田中優斗、真面目だけが取り柄の社会人だ。いつも通り外回りに行くため会社を出ようとしたところだった。おい田中、あの噂聞いたか？龍二も外回りか。噂って？何でも社内で重大なプロジェクトが企画されてるんだってよ。こいつの名前は高橋龍二、俺と同じ部署の同僚だ。優秀なやつだけどサボり癖がひどく、上司には媚びて同僚や後輩には態度がでかいため社員たちからは嫌われているようだった。へえ、そうなんだ。なんだよその反応は、しけてんな。誰がリーダーに選ばれるのかみんなずっと噂してんだぞ。まあ俺には関係ない話かなって。重大なプロジェクトに抜擢されるほど結果を残してるわけでもないし、まずは目の前の仕事を頑張ることしか頭にないよ。真面目さは冴えないお前の唯一の取り柄だもんな。社内の連中は誰がリーダーに選ばれるのか噂してるようだが、期待するだけ無駄だぜ。今度のプロジェクトは俺がリーダーに選ばれるに決まってるからな。その時は応援するよ。じゃあ俺はこっちだから。張り合いのないやつだな。まあせいぜい頑張って働いてくれよ。ああ、で、どこ行くんだ？あ、まあ秘密の場所さ。龍二はそう言って外回りのルートとは反対方向へ足を向けるのだった。外回りを終えた俺は会社に戻ってきた。ふう、帰ってきたぞ。あら田中くん、お疲れ様。あ、斉藤さん、どうもです。この人は清掃員の斉藤さん。外回りから帰ってきた時に話すようになり、今ではすっかり顔なじみだ。今日も外回り？ええ、最近は暑くて大変ですよ。あら、でも外回りならサボってもバレないでしょう。最低限の仕事を終えた後はだらだら時間を潰してる社員も多いと聞くけど。そういう人もいますけどね。俺は仕事してる方がやりがいを感じられるので。真面目なのね。それだけが取り柄ですから。とても素敵だと思うわ。せー、田中、お疲れ。龍二、ずいぶんと遅かったじゃないか。サボってたからな。ゲーセン行って格ゲーしてたんだ。乱入してきた中学生をボコボコにしてやったぜ。おいおい、遊ぶのはまずいだろ。はは、真面目に仕事するなんてバカらしいだろ。ちょっと遊ぶくらい外回りの特権ってもんさ。それよりお前、清掃員なんかと仲良くしてるのかよ。それが？そんなおばさんと話すより受付の若い女の子と話す方が何倍も楽しいだろ。それともお前、そういう趣味なのか？おい、失礼だぞ。事実を言ったまでだろ。さて、俺はさっさと戻るとするっかね。おい、待てよ。まったく、逃げ足が早いな。すみません、あいつが失礼なことを言って。いいのよ、構わないわ。斉藤さんは優しいんですね。そんなことないわよ。優しいって言えば田中くんだって。え、聞いたわよ。契約寸前の案件を後輩に譲ってあげたらしいじゃない。よくそんなこと知ってますね。清掃員をしているとね、意外と社内の情報は入ってくるものよ。それにしてもどうしてそんなことをしたの？一度成功体験を積めば後輩の成長にもつながりますからね。その分自分が損をしたとしても？その方が後々あいつのためになるでしょうし、巡り巡って自分の得にもなるかなって。そう、ありがとう、話が聞けてよかったわ。いえ、じゃあ俺もそろそろ戻りますね。ええ、これからも頑張ってね。ありがとうございます。こうして俺は再び仕事へと戻るのだった。そんなある日のこと、俺は社長から直々の呼び出しを受けた。社長に呼び出されるなんて一体俺に何の用だろう。もしかして首宣告とか？いやでもそこまで悪い成績なわけじゃないし。失礼いたします、田中です。来てくれてありがとう。随分と緊張してるみたいだけど、肩の力を抜いてくれて大丈夫よ。はい、肩の力抜かせていただきます。
この女性は芹沢明日香、うちの会社の美人社長だ。こうして対面で話すのは初めてで、俺はつい緊張してしまっていた。実は今日はお願いがあって呼び出したの。お願いですか？今社内で新規のプロジェクトが動いていることは知ってるわよね。ええ、噂になってるやつですよね。そのプロジェクト、あなたに任せたいと思ってるの。はあ、って、俺にですか？ええ、あなたになら任せられると思ってのお願いよ。ありがたい話ですけど、俺なんかでいいんですか？田中くんしかいないと思ったの。引き受けてくれるかしら？そこまでおっしゃっていただけるなら、精一杯頑張ります。それは異例の抜擢だった。特別成果を上げているわけでもない俺が社内の重要プロジェクトを任されるなんて。田中、おめでとう。すごいじゃないか。やっぱり真面目に仕事をしてたのを上も見ててくれたんだろうな。俺たちもできることは協力するぜ。みんなありがとう。俺精一杯頑張るよ。田中万歳。くそ、おかしいだろ。なんで俺じゃなくて田中なんかが。こうして俺はプロジェクトのリーダーとなった。リーダーとしてプロジェクトを牽引する。初めての経験も多く、仕事を進めるのは大変だった。そんな中でも懸命に頑張っていたある日のことだった。聞いたわよ、重要なプロジェクトを任されたそうね。斉藤さん、そうなんです。でもなかなか難しくて。悩みがあるなら話してみたら？え、でも一人で抱え込んでいたら潰れてしまうかもしれない。言葉にした方がすっきりすることもあるんじゃないかしら。聞き役くらいにはなれるわよ。ありがとうございます。そうですね、じゃあ話せる範囲で。俺は斉藤さんに今抱えている仕事の悩みを相談した。斉藤さんは静かに俺の話を聞いてくれた。ってわけなんです。頑張ってるのね。こんなに大きなプロジェクトを任されたんですから、社長や周りのみんなの期待に応えるためにも頑張らなきゃいけないんです。その志は立派だと思うわ。でもそんなに思い詰めなくてもいいんじゃない？え？これが失敗したところで会社がすぐに潰れるわけでもないんだし。そうかもしれませんけど。それに真面目なのはいいことだけど、ちゃんと周りのことも見てあげてる？周りのことですか？一人で頑張りすぎてるとどうしても視野が狭くなりがちなの。だからもう少し肩の力を抜いた方がいいと思うわ。そうですね、確かに俺が頑張らないとって思いすぎてたかもしれません。一人で働いてるんじゃないんだから、頼れる時は周りを頼りなさい。はい、ありがとうございます。斉藤さんに相談してよかったです。私も昔そうだったから。え？ほら、もうそろそろ時間でしょ。お仕事頑張ってね。はい、行ってきます。ありがとうございました。あなたには期待してるんだから。斉藤さんのアドバイスを胸に、俺は心を一新して仕事に打ち込むようになっていた。困った時には周囲を頼り、おかげで俺はまた新しいことに挑戦する余裕ができるように。ついにはプロジェクトを無事に成功させることができたのだった。そして後日、無事にプロジェクトを終えられました。斉藤さんのアドバイスのおかげで頑張れたんです。本当にありがとうございました。お礼なんて、成功したのはあなたが頑張ったからよ。ち、調子に乗ってんじゃねえぞ。リュウジ、たまたまプロジェクトがうまくいったからっていい気になりやがって。だいたいなんで俺がリーダーじゃないんだよ。俺より雑魚の田中が抜擢されるのはおかしいだろ。ひがむのは良くないわね。ああ、なんだと。先を行かれて悔しいのなら、より努力すればいい。それを田中くんに当てつけるのは器が小さいんじゃないかしら。てめえ、清掃員の分際で舐めたこと言いやがって。飛ばしてやる。リュウジ、やめろ。くそ、田中、てめえ離せよ。あなたはなぜ自分じゃないのかと言ったわね。その理由を教えてあげましょうか。ああ、それはね、こういうことよ。え、社長。ようやく気づいたようね。どうして社長が清掃員なんかに。自分の会社をきれいにしたいと思うのはおかしなことかしら。
こうして社内を掃除してると社員たちのことがよく見えるの。あなたみたいにサボっている社員のこともね。うげ、他の社員から聞いてるわよ。あなたは確かに優秀かもしれないけど、サボってばっかりで他の社員たちに横柄に接してるみたいじゃない。そんな人に責任ある立場は任せられないわ。これまでも、そしてこれからもね。そんな、すみませんでした。これに懲りたら心を入れ替えることね。斉藤さん、社長だったんですね。騙しててごめんなさい。いえ、びっくりはしましたけど、社長なのに社内の掃除までしてるなんてすごく立派です。俺ももっと周りに気を配らないとダメですね。よく話してたのに最後まで全然気づかなかったんですから。ありがとう、田中くん。あなたには期待しているわ。これまでも、これからもね。はい、頑張ります。こうして俺は一層仕事に真面目に取り組むようになった。リュウジも反省したのか、今まで失った信頼を取り戻そうと懸命に働いている。俺も負けてはいられない。今日もいつものように俺は外回りに出かけるのだった。田中くん、お疲れ様。社長、お疲れ様です。もういつも通りでいいのよ。でも社長相手に気軽に話していいんですか？ええ、今の私はただの清掃員なんだから。それに田中くんとお話しするの楽しいもの。え、それってダメかしら？いえ、俺もアスカさんと話すのすごく楽しいです。よかったわ。じゃあ今度ご飯でも行きましょうか。ご飯って二人でですか？あら、私とデートするのは嫌かしら？いえ、ぜひよろしくお願いします。俺と斉藤さん、アスカさんとの付き合いはこれからも続くのだった。俺、田中優斗は新社会人、営業の仕事についていた。おい田中、外回り行くぞ。頼んどいた資料はできてるか？バッチリです、これを。おお、やる気満々だな。いいじゃないか。どうだ、新社会人1年目は毎日大変だろう？はい、なかなか。正直なやつめ。まあでも俺が上司でラッキーだぞ。結構当たりがきつい人もいるからな。例えばほら、彼女とかな。綺麗な人ですね。日室玲香さんって言うんだけど、うちの会社一の美人であり社内一の有能社員でもある。これから連続で3件交渉があるから。はい。それが終わったら新規のアポ取り、休憩はないものとして考えてね。ひえ、目が回りそう。おお、なんだかすごく忙しそうですね。彼女個人の成績はダントツなんだけどな、誰に対しても同じレベルを求めるのがたまに傷っていうか、厳しすぎて氷姫なんて呼ばれてるくらいだ。さ、もたもたしてないで行くわよ。チャンスは待ってくれないのだから。はい、玲香さんかっこいいけど厳しい。あの新人の子が辞めちゃうのも時間の問題かもな。もう少し優しく接してくれたら文句なしなんだけど。なるほど、玲香さんはそういう人だったのか。俺の上司ってわけじゃないんだけど、あの人のこと少し苦手なんだよな。だって仕事中じー、なんだか背後から視線を感じる。玲香さんがこっちを睨んでるような。いやでも気のせいだよな。よし、振り返って確認してみるか。ちらじー、やっぱりこっちを見てる。メンチ切ってきてる。あの、玲香さん、俺が何かしましたかね？あ、なんでもないわ。しかも、それが一度や二度じゃないんだよな。気づいたらいつも見られてるし、これってやっぱり目をつけられてるのかな。俺の仕事ぶりが至らなすぎて監視してるとか。正直、プレッシャーで仕事が手につかないんだけど。そんなある日のこと。あ、玲香さん、食堂のテーブルにスマホを置きっぱなしにしてる。気づいてないみたいだよな。仕方ない、俺が届けるか。あの玲香さん、スマホ忘れてますよ。その時、指先が電源ボタンに触れてしまった。待ち受け画面が表示された瞬間、思わず息を呑んだ。これって俺だよな。どうして待ち受けに。
というかいつの間に撮ったんだ。見たわね。行く。レイカさん、すみません、食堂にスマホを置き忘れていたので届けようと思って。でもこの待ち受けは一体。スマホ返してもらえる？はい。迫力に押されて何も聞けないまま渡してしまった。やっぱり俺の見間違いだったのかな。きっとそうだよな。俺が待ち受けって意味わからないし。でも、おい田中、お前の指導係のことなんだけどな。明日から氷室さんに変更になったから。え、寂しくなるけど頑張れよ。ちょっと待ってください。それ誰が決めたんですか？氷室さん直々の申し出だったから驚いたよ。何でも田中には光るところがあって、それを直々に磨きたいらしい。はあ、いろいろ言ったけど、彼女は間違いなく優秀な社員だからな。学べることは多いはずだ。大変だろうが、俺も話くらいは聞いてやるから。聞いたぜ田中、指導係氷室さんになったらしいな。しかも氷室さん切っての申し出なんだろう。光るところがあるからなんて絶対嘘だぜ。お前なんか嫌われるようなことしたの？いや、心当たりがあるとすれば待ち受けの件だけど、麗華さんの意図が読めないんだよな。まあもうこうなったら行くしかないんだけど。今日からお世話になります、田中です。よろしくお願いします。ええ、よろしく。田中くん、腑に落ちないところがあるって顔ね。私がなぜあなたの指導係に立候補したかわかる？そうですね、俺のことが気に食わないからでしょうか。え？いえ、仕事中によく睨まれてますし、だからいっそ指導係という名目で俺を引き取り直接潰そうと。いや全然違うけど。あれ？むしろ今言ったことの逆というか。逆ですか？それはどういうことなんでしょう？まだわからない？私、あなたが推しなの。推し？ええ、推し。よく言うでしょ？推しメンとか。まあ、言葉は聞いたことありますけど。あなたが入社して以来ずっと目で追いかけていたの。可愛くてタイプだなって。外回りから帰った後に汗を拭う仕草なんてたまらなかったわ。すごい熱弁。これドッキリとかじゃないですよね？本当よ。仕事中も目で追うことをやめられなかった。このままだと田中くんウォッチに夢中で仕事が手につかなくなってしまう。だからそれを防ぐためにもこっそり写真を撮ってスマホの待ち受けにしていたの。あれはそういうことだったんですか。さて、全部バレたことだし、こそこそと見るのは今日でおしまい。指導係になったことだし、これからは思う存分あなたをめでようと思うわ。めで、付き合うとかそういうのは田中くんも困るでしょ。だからただ押させてくれたらいいから。いや、というかそのために俺を引き取ったんですか？もちろん。とんでもない職権乱用。そして俺は指導係の麗華さんと行動を共にすることに。二人で外回りに行けるなんて夢みたい。めちゃくちゃ楽しそうだ。ねえ田中くん、喉乾かない？そこに自販機があるから左から順に全部買ってあげるわよ。いやいや、一本で十分ですから。田中くん、プルタブを自分で開けられるのね。そりゃまあ力持ちで素敵よ。それにちゃんとネクタイも自分で締められて偉い。褒めるハードルが低すぎるでしょう。無事に契約取れてよかったわね。それに田中くん、取引先の人にちゃんと挨拶できて偉いわね。頭撫でさせて。ほら、いい子いい子。3歳児じゃないんだから。やっと1日終わった。なんだかいつもより倍疲れちゃったな。いろいろ覚悟してたけど全然厳しくないし、むしろあんなにベタベタに甘やかされるなんて、まあまあなんてレベルじゃなかったぞ。というかこのままだと俺堕落ルートまっしぐらなのでは。そうなれば指導係の麗華さんの評価も下がるよな。それはまずい。せめて俺だけは俺を甘やかさないようにしないと。そして翌日。ずいぶんとじっと見るのね。はい、麗華さんの営業を見て学ぼうと思いまして。偉いわ。後でなでなでしてあげる。ありがとうございます。そして休日には。おお、どうしたんだ田中、休日の勉強会に出るなんて。
最近の若者でそこまでするのは珍しいぞ。もっと成果を出したいと思いまして。なかなか関心なやつだな。そしてやった、今月の売り上げ部内1位、どうにか成績に結びついてきたぞ。おお、やるじゃん田中。新入社員が売り上げ1位は会社始まって以来の快挙らしいぞ。これはやっぱり氷室さんの指導のおかげか。さぞビシバシしごかれたんだろうな。田中くんの顔つきも変わったもんね。がむしゃらっていうか。全然ビシバシしごかれてないけど、まあともかくこれで麗華さんの評価も下がらないはず。そんなある日、事件は起こった。どうしたの、みんな集まって。ああ田中、ちょうどいいとこに来た。さっき氷室さんのデスクにスマホが置いてあったんだけどさ、なんか待ち受けにお前の顔が設定してあったんだよな。うわぁ、ひょっとして2人は付き合ってるの。え、いや違うよ。じゃあどうして。さあ俺にもさっぱり。そして仕事中、田中君ちょっと仕事終わり食事に付き合ってくれないかしら。例の件で話があるの。あ、はい、わかりました。来てくれてありがとう。待ち受けの件だけど本当にごめんなさい、迷惑かけて。いえ、気にしないでください。完全に私の不注意だったわ。社内で推し活なんてしなきゃよかったわね。そんなこと言わないでください。麗華さんが推してくれたおかげで俺は成長できたんですから。そうなの。指導係になってくれたおかげで社内一優秀な麗華さんの仕事ぶりを間近で見て勉強できました。それに俺が麗華さんに仕事の相談をしたらいつも的確なアドバイスをくれましたよね。田中くん、だからお礼を言わせてください。ありがとうございます。でも今思うと押しすぎて痛かったよね。この待ち受け画像は消しておくから。いいえ、その必要はありません。麗華さん、これを見てください。これは私の画像。俺の推しです。麗華さんにとって俺が推しであるように、俺にとっても麗華さんは推しなんです。クールそうに見えて麗華さんはいつも一本気でした。仕事に対して誠実で学ぶことがたくさんあった。気づいた時には俺の推しになっていたんです。くじけそうな時はこの待ち受けを見て元気をもらっていました。そうだったの。面と向かって言われると照れくさいわ。推しを推すのは何も悪いことじゃない。これからもお互いに押し合っていきましょう。田中くん、やっぱりあなた一生押せるわ。そして1ヶ月後、社内の噂めっきり聞かなくなったわね。それはそうでしょう。だって俺たち実際に付き合い始めたんですから。麗華さん人前でも俺にベタ甘ですし。ええ、だって押し合おうって言ったのはあなたでしょ。ほらみんなびっくりしてますよ。氷姫、本当は甘やかし系だったんだ。意外だけどこの二人雰囲気いいよな。氷室さんも自然な感じがします。応援したくなっちゃうっていうか。ほら、やっぱりもっと大胆に行くべきなのよ。恥ずかしがらずにあなたも推しなさい。推し活が変えた俺と麗華さんの関係、これからも二人で推しつ推されつしていくことだろう。俺の名前は田中優斗、結婚3年目のサラリーマンだ。あとは冷食をいくつかと、鮭とか入ると見栄えするんだけどな。今日も自分用の弁当を作っているところだ。ちょっと、朝から料理するなら音立てないでって言ってるじゃない。ああごめん、起こしちゃった。これが妻のさくら。元は同じ会社の同僚で、今は寿退社して専業主婦だ。なに、私が料理しないことへの当てつけ。ほんといい性格してるわよね。そんなつもりはないけど、どうしても多少の音はしちゃうよ。だったら前の夜に作るとか、いくらでも方法はあるでしょ。自分の怠慢を人に押し付けないで。残業の後で洗濯や掃除までやってたら無理だって。今そんな話してないでしょ。子供じゃないんだから外食でも何でもすればいいじゃない。俺の小遣いじゃ外食なんてとてもできないよ。今日の弁当だってメインはちくわだよ、ちくわ。ああなるほど、そういう魂胆ね。お小遣いを増やしてもらうために嫌がらせしてるんだ。将来のために貯金してるのにあんたは協力しないってわけね。
そういう話じゃないだろ。俺はただ給料は安い、家事や貯金にも非協力的、あれもこれも陰湿に要求して妻を追い詰める、夫として最低なことしてるって分かってる？分かった分かった、もう出勤しないと遅刻しちゃう、ここまでにしようよ。はあ？だったら言うことがあるんじゃないの？ごめん、俺が悪かった。言ったからには約束は守るのよね。努力するよ。じゃあ行ってきます。結婚する前、さくらは会社のアイドル的存在だった。そんなさくらが俺を選んでくれたのは嬉しかった。だからプロポーズは俺からした。幸せにしてくださいね、ゆうたさん。 OK をもらえた時は本当に幸せだったと思う。けど結婚して1年くらい経った頃からわがままに拍車がかかり、家事もやらずに遊び回るようになってしまった。一回ちゃんとさくらと話し合わないとな。ん？ちゃんと食べてる？あんたくらいの年が一番無茶しやすいんだから気をつけるのよ。姉さんか、相変わらず心配性だな。わかってるよっと。俺の姉、田中明日香は弁護士をしている。優秀なのはいいんだけど、未だに過保護気味なのが困ったところだ。何かあったら相談しなさいね。そんな予定ないってないよな。水沢さん、どうかした？田中さんのお弁当、いつにも増して、なんというか質素ですよね。今朝、妻と喧嘩してて、ちゃんと作れなくてね。大変、それじゃ足りませんよね。おにぎり余分に作ってきたんで、召し上がってください。彼女は水沢瑞希、控えめな性格で、目立たない方だけど、そんな彼女でもほっとけないくらい顔に出ていたらしい。部下に心配されるようじゃダメだ。家庭の問題を会社に持ち込んじゃいけないよな。同期の中ではいち早く昇進したけど、こんな調子じゃまだまだだ。あれ、どうしたんですか課長代理、ため息なんかついちゃって。ああ、マノ君、ちょっといろいろね。へえ、会社のアイドルだったさくらちゃんと結婚しても悩みなんかあるんすね。僕ら同期で一番に昇進して、美人と結婚して、それで悩んでちゃ罰が当たりますよ。あはは、そうかもね。とにかく仕事だ。今日も頑張ろう。えーす。クソが、ヘラヘラしやがって。嫁と喧嘩？自慢か？入社した時からいけすかないやつだとは思ってたが、俺を押しのけて一番に昇進した上に結婚まで。見下しやがって。このままじゃ腹の虫が収まらねえ。あいつの全てを奪って食わしてやらないと。ただいま。あれ、さくら？はあ。うわ、この匂い、どこかで飲んできたのか。こんなところで寝てると風邪ひくよ。ほら、起きて。うるさいわね、ほっといてよ。飲みすぎだよ、いくら使ってきたのさ。いくらでもいいでしょ。主婦の仕事は年収に換算すると1200万円相当なのよ。これくらいの権利は、相当酔ってるな。もういいから水飲んで寝てきなよ。言われなくてもそうするわよ。洗濯やっといて。私が言わなきゃやらないんだから。まったく。この時はさすがに注意したけど、それに反発するようにさくらはますます遊び歩くようになってしまった。そして4ヶ月後。さくら、今日も遅いな。スマホにかけても出ないし。まさか浮気とか。いや、さすがにそれはないよな。ん？あ、よかった、さくらだって。唐突に送られてきた動画を見た俺は自分の目を疑った。ねえ、もっと。おいおい、もう撮ってるって言ったろ。旦那が見てるぜ。いいのよ、あんな面白くもない男。ゆうと、見てる？さくらとマノくんじゃないか。どうしてこんな動画が。ごめんね。でも、私のこと愛してくれるなら、これくらい許してくれるでしょ？すみませんね、課長代理。仕事ばっかしてても男は上がらないみたいで。恨むならダサい自分を恨んでね。
パ、脳みそ壊れちゃってそんな余裕ないか。動画は10分近くあり、さくらとまのくんがイチャイチャしている様子が収められていた。ゆうと、興奮した？興奮しちゃった？もうさくらは俺の女っすけど、見るだけなら許してあげてもいいっすよ。あ、これからは仕事でも全部奪っていきますんでよろしく。そんな宣戦布告で動画は終わっていた。なぜとか、いつの間にとか、疑問は尽きなかったけど、俺はとにかく行動を起こすことにした。こんな時にまずすべきことといえば、もしもし姉さん、ちょっと訴訟を起こしたいんだけど。うん、民事、弁護士に電話することだ。動画見たわ。よくもまあこんな100点満点の証拠を送ってきたもんね。勝利宣言するのに頭がいっぱいで、後のことまで考えられなかったってことかしら。いや、そんなことある？たまにいるわよ、そうやって法廷に立たされる人。まあこれなら 99.9% 勝てるわね。負けたら私がユウタと結婚してもいいわ。それはどこから突っ込めばいいんだ？さーて地獄に落とすぞ。書式と証拠と。なんでそんなノリノリなんだ？私の弟にこんな仕打ちした奴らを合法的に叩き潰せるのよ。この仕事やってて一番楽しいわ。弁護士を敵に回すのはやめよう。俺は心にそう誓った。その後の展開はまさに怒涛の勢いだった。数週間後には、解雇ってそんな。自覚がないのか？君がしたことを考えれば当たり前だろ。 あんなのちょっとした冗談でしょ。田中が大げさに騒いだだけで。犯罪と冗談の区別もつかないのかね。マノ君はこうして会社を追われ、今は沙汰を持つ身だ。そしてもちろんさくらも。離婚の慰謝料ってなんで私が払うのよ。そっちの浮気が原因なんだから当然だろ。嘘よ、慰謝料って妻がもらうものじゃない。どうやったらそんな勘違いができるんだ。はいはい、あとは弁護士を通してちょうだいね。あんた優太の姉じゃない、ずるいわよ。裁判官はともかく、弁護士が身内の裁判に関わってはいけないなんて職務規定はありません。だいたい優太のお金で浮気してた女がずるい。正義の女神も大爆笑よ、この女。それでそっちの弁護士は？弁護士とかわかんないし。ねえユウト、本気じゃないんでしょ？私のこと愛してるのよね。愛してたよ、3年前はね。寂しくて魔が差しただけなの。もう絶対しないから。言いたいことはわかった。ところで知ってる？何を？人間は本来浮気をするようにはできてないんだ。浮気される側だけじゃなく、浮気する側も大きなダメージを負うらしい。そうなの。私も本当は辛くて。だから浮気してる人間の脳は苦しみを消す快楽物質をドバドバ出す。え？それこそ病みつきになるくらいね。全員が全員そうなるとは言わないけど、そういう作りになってるんだって。さくら、君の脳はもう浮気しないと満足できないようになってる。少なくともその可能性がある。そんなわけない。私の言うことが信じられないの？信じた結果が今なんだけど。知らない、私は悪くない。そっか、じゃあ仕方ないね。裁判所に悪いか悪くないか決めてもらおう。裁判の手続きに入るわね。よろしく。あ、嘘、やだ、待って、違うの。結局その後の離婚調停でさくらが折れて、俺は慰謝料を受け取って離婚することができた。終わったか。なんかどっと疲れた。しばらくは仕事が恋人になりそうだ。その方が早く忘れられるだろう。あの田中さん、奥さんとのこと残念でしたね。心配かけてごめんね。大丈夫、仕事はきっちりやるから。休むときはしっかり休まれてください。田中さんが倒れたら私も悲しいです。そっか、気をつけるよ。水沢さん、なんか雰囲気が変わったような。その後水沢さんは俺に少しずつ好意を示してくれるようになった。ただ俺は職場結婚で一度失敗している、じっくりと時間をかけて考えたいと正直に話したところ、彼女は快く OK してくれた。はい、私いくらでも待ちますから。
そうして1年後、俺はもう一度真剣に結婚を考えることになるのだが、それはまた別の話。では契約成立ということでよろしくお願いします。俺の名前は田中優斗、営業マンとして働いているサラリーマンだ。現在新規開拓の真っ最中だった。いや今だから言うけど、最初は契約する気はさらさらなかったんだ。君と話しているうちにいつの間にかその気にさせられたよ。すごい話術だありがとうございます。会社に戻ってくるとちょうど退社時間だった。あ、お疲れ様。田中くんも今帰り？それなら飲みにでも行こうよ。ごめん、今日は予定があって。そっか、残念。営業成績1位の田中くんの話聞きたかったのに。この子は同期の柊彩香、いつも俺によく話しかけてくれる子だ。あ、もしかして女の子とデートとか？いや、見たい配信があって。ふーん、私よりも配信の方が大事なんだ。申し訳ない。ごめんごめん、冗談だってば。今日は忙しいみたいだから、また暇な時にでも。おい彩香、そんなやつなんか放っておけよ。龍二さん。こいつの名前は高橋龍二、社長の息子でいつも偉そうにしているやつだ。どうやら俺のことを嫌っているらしい。こうしてよく絡まれているのだった。つうかよ、こんな陰気と飲みに行ってもつまんねえだろ。そんな言い方ないと思います。田中くんはうちで一番の営業成績で、話もとっても面白いんですよ。はっ、こんな陰気がまともに営業なんてできるわけないだろ。何かズルでもして数字持ってんじゃないのか。そんなことありません。みんな田中くんのことは尊敬して。まあ別にいいじゃない。それより俺そろそろ。あ、配信見る予定があったんだよね。引き止めてごめんね。いや、こっちこそありがとう。じゃあまた明日。さてと、邪魔者もいなくなったことだし、二人で飲みに行くか。田中くんが来ないなら私も帰りますね。お疲れ様でした。わ、おい、ちょ待てよ。な、くそ、あんなやつのどこがいいんだ。こうなったら、今に見てろよ。後日、社長から呼び出されるなんて、俺何かしたかな。営業で結果出してるから褒められるんじゃない？それだと嬉しいけど、じゃあちょっと行ってきます。失礼します。って、リュウジ。まあ座りなさい。君のことは聞いているよ。何でも営業の中で成績がトップだとか。はあ、ありがとうございます。しかしだ、それは真っ当な手段を用いてならの話だ。その営業の成績は不正に基づいたものだというじゃないか。え？聞いたぞ。龍二の進めていた案件を横から取ったそうだな。そうだ。俺はそいつに脅されて断りきれなかった。龍二、何を言って。事実無根です。俺は正々堂々自分の力で契約を取ってきた。少し調べてもらえばわかるはずです。私の息子が嘘をついていると？龍二は嘘などつかん。ふざけたことを。君のような悪辣非道な社員、会社のためにならんな。いや、しかし。俺は社長に分かってもらおうと懸命に弁明した。しかし、そんな俺の声に社長は聞く耳を持たず、退職に追い込まれるのだった。そんな、こんなのおかしいよ。退職することを伝えると、彩香は一番に俺を心配してくれていた。私も社長に抗議してみる。田中くんが辞めさせられるなんて、そんなのないよ。構わないさ。俺もこの会社にずっといるつもりもなかったし。そうなの？どの道先はないと思ってた。それが今回の件ではっきりした。確かに、田中くんはこんな会社じゃもったいないもんね。いい機会だし、少しのんびりと身の振り方を考えてみるよ。うん、私応援してるから。こうして俺は無職になった。なんだか清々しい気分だ。さて、これからどうするかな。失業保険もあるし、しばらくは余裕がありそうだ。まあせっかく会社を辞めたんだし、ちょっとした夏休みだと思って少しのんびりしようかな。となると、いつものゲーム実況でも見るか。相変わらずセリーの動画は面白いな。声もいいし、話も面白くて。そうだ、今なら俺もゲーム実況できるんじゃないか。
退職して時間もあるし、営業で培った話術も使えるかもしれない。前からやってみたいとは思ってたし、せっかくだから始めてみるか。こうして俺は思いつきでゲーム実況を始めることにした。どうも、ゆうぽんです。今日は赤鬼の実況プレイをしていきたいと思います。お、新しい人だ。見てください、ここの曲がり角。長年のゲーマーとしての勘がビンビンに告げてますよ。ここに赤鬼が潜んでるってね。それあって、あれ出てこないな。うわ、そっちから出てくんのかい。くさ、長年のゲーマーの勘とは。そこの壺、アイテム取れるよ。あ、コメントありがとうございます。助かります。って罠じゃねえか。気持ちいいくらい引っかかってくさ。配信を始めた俺だったが、最初は数人の視聴者が見てくれるだけだった。それでも俺のプレイに反応がもらえるのはすごく嬉しかった。この人、アクションだけじゃなくてトークも面白いな。ゆっくりでいいから毎秒配信してほしい。そんなある日のこと。さて、じゃあ今日も配信するか。で、なんだこれ、登録者数が一気に増えてる。もしかして炎上でもしたのか。コメントも増えてる。何何、セリーンから来ました。セリーンは俺も昔から見ていた大人気配信者だ。どうやら SNS で俺の配信が面白いと紹介してくれたらしい。本当だ、あのセリーンが俺を紹介してくれてる。なんでセリーンが俺の配信を。え、セリーンから DM。 何何、はじめまして、いつも配信見てます、よかったらコラボしませんか。うそ、しかも4人でコラボって。俺以外のメンバーも全員超人気の人たちばっかりじゃないか。俺なんかがここに混ざって大丈夫なのか。しかしこのチャンスを逃すわけにはいかない。俺は震える手で OK の返事をするのだった。そして迎えたコラボ当日。じゃあ今日はよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。ちょっとちょっと、緊張しすぎでしょ。いつも通り楽に行こうよ。でもすごいメンバーばっかりですし。ほら、今から敬語も禁止。え、俺たちが気まずくしてたら視聴者のみんなも乗ってこれないだろう。そういうこと。まあうまくフォローするから、じゃあ配信始めちゃうよ。はーい、皆さんこんばんは、セリーンです。今日は初めての方とコラボということで自己紹介お願いします。あ、俺ですか。そう、俺です。ちなみにゆうぽんさん、めちゃくちゃ緊張してるみたいです。まあ俺たち超人気配信者だから、そうなるのも無理ないけどね。うわ、こいつめっちゃ怒ってるな。みんなコメントで叩きまくろう。やめろし。俺はずっと緊張しっぱなしだった。しかしセリーンさんや他のコラボ相手もそんな俺を優しく受け入れてくれた。敬語の抜けない俺をいじったり、かと思えば俺のプレイをちゃんと褒めてくれたり、最後には俺の緊張も解け、楽しくコラボ配信をすることができたのだった。というわけで今日の配信は終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うい、今日は楽しかったね。あ、誘ってくれて本当にありがとう。でもどうして俺に声をかけてくれたんだ。どうしてって。だって言ったら俺は商売がたきみたいなもんじゃないか。引き上げて人気になったらセリーンの利益を食うようになるかもしれない。なるほど、確かにね。でもさ、私が見た君の配信すっごく面白かったから、才能のある人はちゃんと評価されるべきだと思ったの。セリーン、だから気にしないでこれからも頑張ってよ。言っとくけど私も負ける気はないからね。ありがとう。ここには俺の頑張りを認めてくれる人がこんなにもいる。俺はそれが嬉しくて、もっと頑張ろうと決意するのだった。セリーンとのコラボから俺はさらに配信活動に力を入れるようになっていた。コラボにも慣れ、もともと営業マンだったこともあって、そのトークは面白いと特に評判になっていた。 SNS では何度もトレンド入りをし、見てくれる人はもっと増えた。そんなある日、珍しく買い物のために外出した時のことだった。いいマイクを買ったから今日の配信から早速使ってみよっかな。あれ、田中くん。その声は。あ、やっぱり久しぶりね。あやか、こんなところで会うなんて珍しいね。うん、私田
田中くんが会社を辞めてからすぐに転職したの。それでここら辺に引っ越してきたんだ。そうだったんだ。そういえば龍二さんの会社あの後潰れちゃったんだよ。そうなの？田中くんが退職させられた後、私も含めて多くの社員が見限って退職してね、立ち行かなくなっちゃったみたい。知らなかった。みんな田中くんのことを慕ってたから、退職させられたのを見てもうここにはいられないと思ったんだよ。先がないって言ってた田中くんの見通しは当たってたね。まさかこんなに早く沈むとは思ってなかったけど。そうだ、それより田中くん今配信者してるんでしょ。え、なんでそれを知ってるの？たまたま動画を見つけたの。あ、これ田中くんの声じゃんって社内でも話題になってたよ。すごいよね、トークも面白いし。この前なんかあのセリーンとコラボしてたでしょ。それも見てたんだ。うん、なんだか遠いところに行っちゃったな。そんなことないよ、俺は何も変わってないから。本当？じゃあ今度またご飯でも行こうよ。うん、全然構わないよ。やった、楽しみにしてるね。そういえば龍二さんも配信始めたの知ってた？え、龍二が？うん、田中くんが配信してるのを知って俺にもできるって思ったみたい。毒舌キャラで行こうとしてたんだけど、ただ暴言を吐いているだけで評判は良くなくて、ちょっと前に大炎上して今は活動休止してるの。そっか、大変なんだな。まあ自業自得だけどね。そんなことよりこれからも田中くんの配信楽しみにしてるから。ありがとう、これからも頑張るよ。こうして俺は配信者としての活動を続けていった。見てくれる人も多くなり、セリーンともコラボを重ねていく。しかしどれだけ人気になっても初心を忘れることはない。俺は見てくれる人を楽しませるためにこれからも頑張り続けるのだった。